それじゃあカウント始めるぞ。5秒前、4321ゴっていうかやばいぜ。流れるようにスムーズだ。吸い込めそうだぜ。ガリガリに攻めているわけでもない。ついていけてるのはなぜか。こんなもんじゃないはずだ。ドキドキするぜ。指導が焦って初めて一人乗務した時みたいな高揚感だ。五感のすべてを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。タイムアタック並みに攻め込んでるのに全然離れない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学を通過して藤原が先行、差は開いてないそうだ。スタートからポジションが変わらずか。相手のドライバーはドラテクよりも戦略で勝つタイプ。現存しない車を持ち出してくることが想定外だな。旧五線形だったのはむしろ幸運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだが。なら心配ねえな。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続ける。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。なんだ、関西最速ダウンヒラーって聞いてたけどこんなもんなのか。期待して損した。なんかつまんねえ。なんだこれ。さっさとぶち抜いて終わらせるわ。俺何を言ってるんだ。取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろ。だったら誰が運転したっていいじゃないか。違う、そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消しだ。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。ラブヒコ君は考え違いをしているよ。命をかけるってこういうことなんだ。うっそだろう。こんなところであっさりと前に行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ、むちゃくちゃだけど早い。あ、おっと、この下品でブチ切れてバカっ早な走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、100万年会える。来た来た、甲子園の前に出てるぜ。行くよ、ノブヒコ。高級の底力見せてやれ。武蔵小杉を通過、五線が先行。さすがだぜ信彦。このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかもだぜ。くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけどコーナーで負けてる。けどこのポジションなら五線の挙動は丸見えだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんて大
ただごとじゃないぞ。本当に大丈夫なのか。わかんねえよ、そんなもん。藤原次第だ。さっき心配ないって。動力線は全長25キロと比較的短い路線だから、先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いないが、後半の戦況は藤原なら十分チャンスがある。圭介の言う通り、俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうかだ。信彦が取った。関西最速のダウンヒラー、阪急伊勢を完全に抑えてる。まさか。そういうことなのか。まもなく4番線に信彦が前だぜ。本当だ。通過いたします。よし、いいぞ、押さえてる。いけー。なんだ、信彦じゃない。どういうことなんだ。聞くのは過ぎた。ゴールまであとわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからないんだ。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん、僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。いられないよう、ついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にルーズなツッコミをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方が有利。しかしですね、レールと車輪が鉄道し、摩擦が少なく滑りやすい。ある程度の重量感は粘着力。ブレーキングではフロントに荷重移動し粘着力を稼ぐ。上り勾配ではフロントに荷重を寄せて粘着力を不足する。限界を超えた領域でのみ顔を覗かせる。これが超軽量車体の弱点だ。つまり東急5線系は上り勾配の突っ込みに弱いってことか。無女子のアドバイスもそういうことだったんだね。アドバイス？何が？チャンスは剥落、ここしかない。願い事を叶えてあげるか。違うな、その自分で掴み取るものだ。ないけど、ついていけないのは分かってる。だけど少しでも長くこの2線の走りを見せてもらうぜ。
どうだった信彦、関西エリア最速級言われてるダウンヒラーと互角にやり合った感想は。互角といえば互角になるのかな。無我夢中であまり覚えてないんだ。なんか含みのある言い方だな。そういやいつの間に9戦に戻ったんだ。藤原もびっくりしてたぞ。いろいろあってな。ともかくたっぷり見せてもらえたおかげで俺なりに分かったことがある。あの2戦に勝つ方法は一つしかない。